さあ、いきますよ。人々の中に目を
今映画を撮ってましてね、もうあと10日くらいするともうクランクアップするんですけど、寅さんっていつもやってるでしょ、正月にお盆にもやってますけど、あれといつももう一本の方、つまりレコードで言えば A 面が寅さんなんですけど、 B 面の方が俺の方の映画でしてね、今突っ張り清水湊ってのやってましてね、ちょうど清水の次郎長の若い時の話でして、私めが次郎長やってましてね、あと森の石松が新助とかね、駒さんがさんまとかですね、もういろんな人が出てまして、これで新助がですね、ちょうど大井川で川を渡るシーンでね、もう裸になってね、俺とさんまで買って荷物をね頭に乗っけて、こう刀も乗っけて、こう川を渡るシーンがあったんですよ。で新助が溺れるシーンがありましてね、で溺れるとこをこう撮影したんですよ。であいつがねこう川の中へボーッと入ったんですよ。でえらい流れが急だったのね、だからもうもがくとかね暴れるところしなくてもね、もうちゃんとバーッと溺れるから大丈夫って用意スタートして、あいつバシャンってやったらカツラだけ乗っかってビーンって上に行きましてね、それをね何度もやりましてね、それはいいんですけども、川がすごいほらちょっと前でしょ、めちゃくちゃ冷たいんですよ。あいつ7回くらいやりましてね、もう最後は死にそうになってやってましたよね。もう撮影終わってからブルブル震えてもう喋れなくなりましてね、本当にもう撮影大変なんですけど、まあ、そういう大変な思いをしたんでね、ぜひみんなに見てもらいたいなと。ていうか見なくちゃダメだぜっていう声を脅しに近い感じで皆さんに頼んでるんですけど、よろしくお願いします。それじゃあずいぶん昔にやった、ドラマの主題歌なんですけど、割と今だったらウケんじゃないかと思うくらいなんとなく暗いドラマでしたけど、そのドラマの主題歌を暗い感じで迫りたいと思います。タイトルは俺たちの祭りっていう曲です。